おはようございます、ブリッジです。本日もポケットモンスターソードシールドランクマッチバトルやっていきたいと思います。もう早速この画面からもう今回は前置きなしでもうすぐにやっていきます。どうぞ。はい、マッチングしました。アシュトンさんかな、よろしくお願いします。で、なんか真ん中3体あれだな、アローラ勢がいるな。アローラ勢がでもって、あとはストリンダーのカットロトミングの、うわー、ヒヒダルミングか。やべ、ヒヒダルミングがめっちゃ重い。ヒヒダルミングがめっちゃ重いな、このパーティー。てか、あいつがこだわりスカーフ持ってた時点で全てが崩壊してしまう。だからどうするか、これ。迷うところだな。よっしゃ、強気にこの3体でいく。もう、ヒヒダルマがスカーフじゃないことを祈るだけ。もうそれしかない。でもって、あれだな。もしくは、初手アローラロコンという可能性もある。ロコンじゃねえや。アローラキューコンという可能性もあります。アシュトンさん、よろしくお願いします。はい、初手は、アローラロコン。ロコンじゃねえ、キューコンだ。もう何回間違えるんだ。で、アローラキューコンか。確かこいつでもあれが、スピード速いんだっけか。でもって、雪降らしのして、はい、雪降らされる。で、一発で落ちるかな、火炎放射で。解放者で一発で落ちてくれんならかなりでかいんですが、それかトリックでも強制交換しちゃうか。そうするとでも相手に抜かれちゃうから、解放者で落としてみっか。アローラ球根特防硬いっけ、わかんねえや。解放者ドーン、いけ、よっしゃー、突破ー。なるほどね、そういう感じね。それともあれかな、防御特防には一切 HP とか振ってないかな。まあだったら勝ちだわ。よし、オッケーオッケーオッケー。ここ一発で抜けたのでかいな。で、次はなんだ、うわぁ、アシレーヌ。アシレーヌはやべえ。アシレーヌはやべえな。もう水技でドカンされるな。歌方のアリアとかでやられそう、こいつ。なんで、ここは、それか、ここは捨てちゃうか。捨てちゃうっつうのもありだな。もう火炎放射しか入れることできねえから。はい。迷った末に、はい、カービゴン。とりあえず水分けが来て、もうある程度は耐えられるでしょう。瞑想会。瞑想会。それは厄介だな。瞑想は厄介だな。ここどうすっか、雷、あ、で、食べ残しか、相手。だったらもうここはあれだ、もうしょっぱ雷パンチでボンよ。紙パンでボンして、で、電気技の打点が上がるので、で、おそらく相手も大魔切ってくるか。おそらく、アクアジェットでも落ちねえだろうから、カビゴンなら。で、ここで水技やられ、特攻1段階上がってたとしても、半分は削れないと思う。まあ、仮に半分削れてたとしても、いや、半分削れてたらまずいか。何言ってんだ、俺。ちょっとそこをタクだな。なんか、あれだな。難しいな。アシレーヌ結構特攻はかなり高めだから、ここ難しい。またあれか、アシレーヌ原因になってしまうのか、いつぞやの。いつぞやのアシレーヌ原因になってしまうのか、これは。ちょっと怖いな。ちょっと瞑想積まれたら嫌だな。まあしかし、あそこはしょうがねえや。瞑想、積まれてしょうがねえ。で、ダイストリーム、どんぐらい入る問題は。あー、オッケー、はいはい、オッケーオッケー。で、雨になって、だとしても、ここで 1.5 倍されたとしても、ここは大丈夫だ。だったらもう、ここで神パンよ。はい、雷パンチよ。はい。で、次のターンは 1.5 段階上昇するので、これならばオッケーよ。で、仮にここで抜けなかったとしても、ダイマックスターン枯らせられるので、あ、食べ残しがある。そうか、じゃあこのターン抜けねえわ。なので、ここはどうすっか。また第3弾、とりあえず打っとくか。天候変えられる術がもうないからな、こっちは。で、ダイボール、あ、ボールしてくるか。なるほどな、とりあえず枯らしとくっていう考えかな。まあいいや、まあいいや。とりあえず、うちには、こっちにはミミッキュも控えてるんで、HP 回復させようという作戦か。保釈だな、てめえ、この野郎。てめえ、この野郎、保釈だな。もうほんと俺、アシレーヌにいい思い出が全然ないので、もうマジでここで、この人をぶっ飛ばしておきたい。
うわー、 1.5 倍にすると入るな。多分次で落ちるなこれ。悪事、まあ悪事やる必要もねえか。まあ言うても俺もここまで足レーン削れたので、これはでかい。で回復されーので、でここで足レーンを借りたい。どうしてもここで足レーン買ってこないとこっちとしてもやばいので、で次で多分まあもう狩られちゃうから、そこはもう諦めるっきゃない。ワンチャン眠る入らないかな、ワンチャンですよね。でちょ、食べ残しっていうのがまた、あーワンチャン落ちないかと思ったわ。食べ残しっていうのが厄介だな。てかむしろあれかな、ここ自信入れて特防上げとくべきだったかな。うわー、ここ厄介だな。それか、もうシャンデラに帰って、あー、いやー相手が悪ジェ持ってたらすげー怖い。それだけが怖いな。悪ジェ持ってた時が怖くて、影打ちで、いやーでも影打ちで落とせる気がする。これだったらアシリーヌそんな防御高くないから、この HP だったら落ちるでしょう。影打ち頼むぜ。多分悪事やってきたとしても相手は無理だから、ここで落とせ。なるべく一発も食らいたくない。ここで落として相手のラス位置見れればでかい。悪事で落としてね。あ、悪事じゃねえや、影打ちで。おし、落とせ、落とせよ。落ち、あ、落ちって何、落ちだろ。落ち、もう落ちたと落ちが混ざっちゃった。まあここで落としたのほんとでかいわ。で電気も消え去って、で俺のラス位置が、俺のラス位置っつうか、あといるのがもう相手にシャンデラってバレてるから、で相手多分もうスカフって分かってんだろうな。で相手最後ラードワッドワッザー。なるほどね、ストリンダーか。だったらここはストリンダーって確かスピード60ぐらいだっけ、ちょっと調べさせて。はい、ストリンダースピード75か。だったらいける、だったらいける。ならば、トリマー呪い、呪い打っといて、でギアチェンジされるの。あ、降参だ、やった、ありがとうございました。あぶねあぶね、アシトさん対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。朝晩さんよろしくお願いします。でもってまたアシレーヌかよ、またアシレーヌかよ。もうアシレーヌはやめてほしいんじゃ。マジでアシレーヌきついんじゃ。アシレーヌきついまんよ、マジで。どうすっかな。アシレーヌほんまきついね。ほんまアシレーヌきついね。だったら、そうじゃな。うわーやばい、間に合わなかった、やっちまった、間に合わなかった、最悪。朝晩さん対戦よろしくお願いします。はい、相手サザンドラー、やべえ。サザンドラもやべえけど、間に合わなかったことによってこのお相手氏にバレてしまってる可能性があるのがまずい。どうするか。サザンドラ選出してるってことは、いやもうわかんねえわ、もう全然わかんねえ、俺もう全然わかんねえ、そこらへん、そこらへんの感度全然わかんねえマンだわ。だったらもうここ初手トリックルームとトリル打ちましょう。あ、引っ込めた、あ、マジ、あ、もうドリューズ、あ、いいよいいよ、型破りね、もう全然いいよ。だったらこっちも考えがあるから、でもここでトリックルーム打っちゃったのが逆にでかいな。で相手型破りでしょ、なで待って、うちのこのミミキュはあれ特製タスキなので一発は耐えられるので、で俺の方が早いってなると、どうするか、ここは、トリマ呪い打っとこう、呪い。で、まあ、相手の HP4 分の1減っちゃうんですけど、ここで、まあ、言うてもドリューズ結構 HP 高いんで、大平、はーん。あれ、あ、しまったー！
やってしまった。あ、まあでもこれでいっか。そうだったそうだった、呪いで自分の HP 削れちゃうんだった。やっちまったわ。でここはシャンデリングだ。シャンデリング出して、俺の方がスピード速いので、ここはもう火炎放射で、いやこの状態だと俺の方が遅いので、大番ここでもう使っちゃいましょう強気に。で問題はサザンドラだな。サザンドラに対しての打点がない、こっちは。それが弱すぎる、うち。それがうち弱いね。サザンドラマジでどう攻略すっかだ。マジで打点がない。いやーここ影打ち打っとくべきだったな。はーい、まあ、とりあえずこれでドリューズ突破したんで、でどうすっかこの後。マジで悩むな。アシレーヌ、あここでアシレーヌ出すか。ここでアシレーヌ出してくるのか。だとすると俺の方が遅いので、ここ引いとくか。あ引こ、一回ロトムに引きます。ロトムに引いて、てかアシレーヌが見事にあれなんすよね、遅いんですよね結構。ここでトリックルームのあれが、でここで相手も大魔切ってくる。でおそらく相手大ストリームなんで、よいしょ。ほんとでも現環境はアシレーヌ多いな。もう今回もまたアシレーヌ動画になってしまうのか。いやーやだな、なんかもうここ最近でそうアシレーヌの動画出してんのに、またアシレーヌの動画出すっていう、それはあまりしたくねえな。どんぐらい入る、そんな入んねえだろ。まあ入んない入んない。ただ次のターンからあれだ、雨になっちゃうから、マジでな、雨が厄介だな、マジ雨厄介で。俺も大魔まで使っちゃったから、うわーやばい、マジで同流。いやここでアシレーヌ突破できたとしても、もう完全にもう相手のサザンドラが突破できない。それがきつすぎる。まあきつすぎる。まあってなんだ。どうするかマジで。あとトリックルームが、あーこのターンで終わるか。あと一発耐えてくれればなんとかなる。で放電して、つかさ2発耐えなきゃいけないのか。そんな入る、あこれ終わった。またアシレーヌゲーだー。はい、対戦ありがとうございました。アシレーヌ強え。俺も使おっかな、もう。はい、マッチングしました。ゆゆゆさん、対戦よろしくお願いします。で、うわ見事な中ポケ、見事な中ポケリズムですね。で、これなアイアント怖いな。アイアントで全抜きされる未来もちょっと想定しないといけないので、これはそうだな、ちょっと考えさせてください。さっき間に合わなかった分もあったので。はい、今回はもう冷静にもう選びました。ちょっと勝っていきたいです。はい、対戦ゆゆゆさん、対戦よろしくお願いします。どうでもいいけど顔うざいっすね。はい、エースバーンかー。にゃーきついなー、エースバーンきついにゃーん。でここでハイドロポンプ打っとくかーと思いきや、ここはちょっと冷静に、もう冷静に後ろを見よう。ハイポン打った場合に、そうだなー、あえて、あれだな、バンギニア変えてこねえか。バンギニア変えてこんじゃろうと。なんならば、そうだな。言うてな、エースバーン不意打ちも持ってるからな。それが怖いな。不意打ち持ってた時が怖いので、
まあ脳死でハイパン追っちゃおう。飛び膝蹴りとかか。飛び膝蹴りだ。まあ入らない入らない。で相手もちょっと食らって、ここでタスキが潰れる。当てるよ。よし、ナイスナイス、さすがよ、うちのロトムよ。いいねいいね。でここでエースバン潰れたんで、問題次なんだろう。相手はエースバンなかなか早い部族なんで、カービゴーン、カービゴンか。これもめんどくせえ。俺のバックがカービゴンはいないから、どうしよっか。いや言うてももうあれなんすよね。ここも相手にドカンと一発やられる可能性でかいんで、ただ何型なんだろうこのカビゴンは。眠かごなのか、腹太鼓、腹デーコ型なのか、それによっていろいろ俺の思惑が変わってくるので、いやハイポン打っちゃおう。ここぶっちゃけ眠る型でも俺は大して怖くないので、問題腹太鼓型だったらやべえな。腹太鼓型だったらもう全抜きされる未来が。おーっと入った、腹太鼓だー。まずい、超まずい。で、だがしかし、ここでもうほぼ。で、相手も身を使う。これも、積んだんじゃない相手。相手積んだっしょ。で、ここで、うん。で、俺の、あれだ。ここでハイポン入れて、で、相手がまた身を回収しなきゃいい。ハイポンである程度入るんで、これだったら、うちの、シャンデラ、ドリューズでも全然抜けるので、これは美味しいわ。でもって、あと最後のラス位置をどうするかを考えなきゃいけないな。で、ここでも絶対に抜かれるので、それかもしくは、どうするか。ちょっと今はもう、あと先の、先々の、あーんと、あともうちょっと、まあいいや。あ、急所か。お、ナイス。まあいいや。で、ここで多分、もう急所引いたんで、巨大再生、これで身を拾われた。これ身拾ったか、身を拾ったかどうかのエフェクト側が、もう拾ったし。もう拾ったし。なんかあれっすよね。巨大再生の、なんか身を拾ったエフェクトみたいなの出るらしいっすけど、俺よくわかんないんすよね、そこが。で、ここどうするか。多分シャンデラだったら多分相手特防高いんで入んないんで、ドリューズだな、これ。これはドリューズだ。で、ドリューズで俺もダイマックス切って、一発でこいつを狩ろう。で、お相手のバック見とこう。あ、違う。相手のバックが、一番下何？一番下なんだっけ？あ、バンギラスだ。だとしたら、相手何取ってやるんだろう？多分、トゲキか。あいつ、アイアントなんだよな。トゲキかアイアント。アイアントだったら 100% 勝ち。で、バンギでもまあ言うて砂嵐起こせるし、そこは全然問題ナッシングなんで、ここは、ここはね、地震かな。一応あれだ、突撃の保険かけとこう。嘘！いや、これは、もうこれは完全なる、あれですわ。油断ってやつですわ。うわ、もう最悪。もう仕方ない。もうとりあえずこれ火炎放射で抜いて、もうほんとダメだわ。いや、なんでダイマックス切らなかった俺、バカでしょ。いや、もう関係ねえ関係ねえ。いや、もう今のザ・プレミってやつですわ。いや、もう最悪。いや、もう最悪最低。これで裏アイアントじゃなかったらどうしよう。もう俺の負け確定。いや、アイアント、あとあれだ、トゲキスだったらまだ勝ち確だ。まだ勝てる見込みがある。で、バンギだったら死ぬわ。もうバンギだったらマジで死ぬ。逆にバンギだったらさっきあれだ、ダイマックスとあれ切っておけば絶対勝ってた。もうマジで、もう本当最低最悪。よし、挽回、もうブリーチですよ。挽回挽回。ここでダイヤシット、意外にね、このシャンデラはあれなんだっけ、クリアスモックを選出してて、要するに相手の積みパ
もうなんか最近多いのがやっぱピクシーとかが多いんで、それに対してクリアスモックちょっと選出してます。これ結構強いので、こうやって相手にフェアリータイプ来ても打点が取れるんで、さらにダイヤシットをすれば特攻も上がるので、これはなかなかでかいです。OK、しかも俺の方が早い。まあもしくは相手トゲキスあれ80あるんで同速の可能性もありますが、ただしかしもこんだけ枯れてるんで、さらにまあ一発で落とせる技ないだろう。だろう？大丈夫大丈夫。基本効果抜群じゃなきゃこいつは防御、まあ防御特防90っていう種族値があるんで、ある程度は大丈夫なので、よしこれでとどめよう。さよなら。あぶねえ、マジで一回負けるかと思ったわ。やっぱな、このなシャンデラかっこいいわ。シャンデラ強いしかっこいいし色違いはほんといい。対戦ありがとうございました、ゆうゆうさん。今回はあれだな、シャンデラ界にしよう。ちょっとアシレーヌがもう強すぎて、本当アシレーヌ界になろうかなって思ったけど、アシレーヌ界にしようかなって思ったけど、やっぱシャンデラ界にしよう。以上ありがとうございます。